皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。中学2年生の英文法 May I 読中の読解練習を今回はやります。ここにナンシーとケンジの会話が書いてあります。 N がナンシー、 K がケンジです。ではこの英文を読むのでまず聞いてください。 May I come in?Sure, I cannot read this kanji. Please read it for me. All right. それを私に見せてください。It's sozo. It means imagination. Oh, I see. Thanks, Kenji. No problem. こんな英文です。では、意味を確認します。ナンシーが、May I come in?入ってもいいですかと言うと、ケンジが Sure、 あ、もちろんいいですよ。 I cannot read this 漢字。ナンシーが、私はこの漢字が読めません。 Please read it for me、私のためにそれを読んでもらえますかとお願いしますね。そうするとケンジは All right、 いいですよ、日本語で書いてありますけど、それを私に見せてくださいと言って、It's 想像。それは想像です。It means imagination。イマジネーションの意味です。とナンシーが、Oh, I see。ああ、わかりました。Thanks, Kenji。ありがとう、Kenji。と言うと、Kenji が、No problem。どういたしまして、こういうふうに会話をしているんですね。では、今度は意味がわかったところで、この日本語の部分を除いて、英文を読むので、もう一度、聞いてください。では、行きます。May I come in? Sure. I cannot read this kanji. Please read it for me. Alright. It's sozo. It means imagination. Oh, I see. Thanks, Kenji. No problem. では、今度は皆さん、この英文、私と一緒に声を出して読んでみましょう。では、行きます。May I come in? Sure. I cannot read this kanji. Please read it for me. All right. It's sozo. It means imagination. Oh, I see. Thanks, Kenji. No problem. もう一度やってみます。いきます。May I come in? Sure. I cannot read this kanji. Please read it for me. All right. It's sozo. It means imagination. Oh, I see. Thanks, Kenji. No problem. では、問題の方見ていきます。最初の問題、丸一の部分を丁寧な言い方に直しましょう。丸一は Please read it for me. Please read it for me ですね、それを私のために読んでくださいとお願いする文ですね。相手にお願いするときにはこの could you を使いましたから、これを could you の文に書き換えます。ですから could youRead it for me. これありますね。Could you read it for me? これは疑問文の形をとっているので、最後にクエスチョンマークつけるのを忘れないでください。では2つ目です。丸二の日本文を英語にしましょう。丸二はそれを私に見せてください。この意味の英文2つ作ってみます。まず簡単な言い方、Please を使って Please show me that. Please show me that. Please show me that. この言い方がありますね。それからこれが丁寧な言い方、相手にお願いするので、ここと同じように、could you で始める文章ですね。
ですから Could you show me that? ここでもクエスチョンマーク忘れないでおきましょう。 Could you show me that?、ね、それを私に見せてください。その意味の文章を2つ作ってみました。では今度は、答えの文が分かったところで皆さんは答える文章私と一緒に読んでみてください。まず最初は、Please read it for me を丁寧な言い方に直した文章いきますよ。 Could you read it for me? 次はそれを私に見せてください。まずは簡単な言い方Please show me that. 丁寧な言い方。Could you show me that? もう一度やってみましょう。Please read it for me を丁寧な言い方にすると Could you read it for me?、ね、それを私に見せてくださいの日本文を英語にして簡単な方。Please show me that. 丁寧な言い方。Could you show me that?、ね、こんな風になりますね。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞ英語の学習に英文を声に出して音読する、この音読という練習を取り入れてみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。